ワシントン DC 教区の主教座制度である、ワシントン大制度には米国聖公会、総裁主教もいる。また大統領就任時、元大統領の葬儀などの様々な国家行事に、超強派的な使用がされている。米国聖公会、または、アメリカ合衆国監督協会は、キリスト教の一派、聖公会の一つ。アメリカ合衆国、バージン諸島、 ハイチ、台湾、コロンビア、ドミニカ国、エクアドル、ホンジュラスに主教区を持つほか、プエルトリーコ及びベネズエラの主教区と地域を超えた関係にある。18世紀にアメリカ合衆国がイギリスから独立するとともに創設された。アメリカ独立戦争以前はイングランド国教会の一部であり、聖職者は 就任にあたり、イギリス国王の承認を得る必要があった。コネチカット州の聖職者がサミュエル・シーベリーを主教に選出するときに、シーベリーはイングランドで主教助任を求めたが、それはイギリス国王との関係から困難であることが判明した。そこで、スコットランド聖公会へ行き、当時スコットランドでは少数派であった聖公会の主教たちにより、 アバディーンで主教に任せられた。これは1784年11月14日のことで、この時初めてブリテン諸島とイギリス植民地以外に任命された聖公会主教が誕生した。このため、米国聖公会はスコットランド聖公会を通じた首都継承を主張している。アングリカンチャーチではなく監督協会を名乗るゆえんは、 このスコットランド聖公会からの系譜を示している。スコットランドとの関係を示すため、米国聖公会の紋章には、スコットランドのセントアンドリュークロースをかたどった衣装が使われている。2009年に女性司祭、LGBT などに反対する保守派が北米聖公会を結成して、アメリカ合衆国とカナダ聖公会を離れて、 北米聖公会は現在アングリカンコミュニオンに参加していない。アメリカ福音ルター派協会と完全相互、バイさんの関係にある。米国における協会員はおよそ300万人である。富裕層や社会上層部に信者が多く、歴代のアメリカ合衆国大統領の1、4、アメリカ合衆国最高裁判所長官の1、4は、米国聖公会の信者である。 またアメリカ合衆国議会と合衆国最高裁判所判事の約半分が信者である。ただし近年では社会的影響力をつけてきたヒスパニック移民の信者も増加傾向にある。聖公会ニューハンプシャー州主教ジーンロビンソンまたカトリック系をも含めたすべてのキリスト教諸教派の中で最もリベラル寄りだとする評価もあり、実際 アメリカにおけるキリスト教系団体としては珍しく、中絶と同性愛を公認している。また、第26代総裁主教が女性である点も極めて異色であり、他の保守的なキリスト教団からは批判を受けることもある。教団勢力の基盤がリベラル寄りの住民が多いアメリカ北東部に置かれていることの影響も大きい。 米国成功会は1976年に同性愛者が教会に受け入れられる神の子供であると宣伝した。また、同性愛者が世俗の法律によっても守られるように訴えた。これは1982年にも確認された。1994年には教会遺跡が結婚の状態、セックス、性的思考に左右されないと決定した。また、 同性愛者を異性愛者に直すための治療にも反対する。なお、米国政交会でも同性愛結婚性別式を行う教会と行わない教会がある。1989年に公然男性同性愛者の司祭ロバート・ウィリアムズは、ジョン・シェルビー・スポング主教により聖職者暗衆を受けた。教会は1996年にゲイあるいはレズビアンに、 生殖者暗視を禁止する理由はないと述べた。2003年6月7日、公然同性愛者のジーン・ロビンソンが主教に選ばれた。ロビンソンは2003年12月2日に主教として除任された。アングリカン・コミュニオンのウィンザー報告書は、二度の離婚歴を持つ公然同性愛者、ロビンソンの助任は、画期的な出来事だと述べた。2012年からは、 米国聖公会は同性愛者にも祝福する式を行っている。ただし、これに反発する者もおり、一部の教会は同性愛に関する決断をきっかけに離脱している。また、一部が霊魂消滅説を唱えることでも知られる。マイケル・カリー総裁主教2015年6月27日、米国聖公会は総会において、総裁主教に初のアフリカ系アメリカ人、 マイケル・カリーが選ばれ、同年11月にアンシュ除任されている。米国成功会は3年ごとに総会を開いている。最近のものは2015年6月にソルトレイクシティで開催された。米国成功会では、独自に米国成功会祈祷書 BCP を発行しており、最近の改定は1979年になされた。 この改訂版は公式会議の承認を得るまで、著作権保護下に置かれていたが、現在は自由にダウンロードもできる。ニケヤ神教、ニケヤ神教は1975年アイソット版を用いている。主の祈り主の祈りは、生産式文、ライト1では、our father of art in h e a v e n h e l l o be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on, earth as, It is in heaven, give us this day our daily bread, and forgive us our trespass, as we forgive those who trespass against us, and lead us not into temptation.But deliver us from evil, for the in is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever, Amen. l i g h では、蒸気と現代風の1988年エルク、番が平気されているが、 教会ではほぼすべての信者が伝統的な方を唱えている。アーメンは、アーメンと発音。米国聖公会は、以下の英語訳聖書を公式の礼拝で使われる聖書として公認しているが、新海定標準に訳聖書が広く使われている。聖歌集1982が広く使われていて、これは聖歌集1940に変わるもので、内容は、 サービスミュージック、ヒムス、インデックスに分かれていて、全線0発曲が収められている。実際の礼拝では、他のソースからの成果も、インサートという形で使われる場合もある。米国成功会は9つの管区を要している。神学校は、ゼネラル神学院、南西部神学院、太平洋協会神学院など全米20校がある。英国公会に遅れたがそれと協力して、 米国聖公会も、海外選挙を熱心に行ってきた。東アジアでは、中国に聖公会を作り、聖洋羽大学などの教育機関も設立して、その卒業生の帝光くんも、聖公会上海教区の主教を務めた後、戦後は、中国キリスト教協会の代表になっている。日本へは、シャニング・ウィリアムズなどを派遣し、日本聖公会の基礎を作った。また、 フィリピン聖公会も設立し、戦後成立した台湾聖公会は米国聖公会第8管区に所属するようになり、濃厚な関係が続いている。ありがとうございます。